次にですね、さっきまでは、トップス、まあ、シャツ、まあ、ポロシャツなんですけどね、次紹介したいのは、ね、今もさっきも履いてましたけどね、このね、ユナイトメントの、はい、アイテム番号が009番の、まあ、ちょっとね、動画っぽいとなってる、はい、これ、ごめんなさいね、サイズが L サイズで、ワンサイズ、ちょっと大きいサイズ履いちゃってるんだけども、はい、これ、去年から実はずっと売ってて、はい、去年の秋かな。去年の夏からか。そうですね、去年の夏からですね。めちゃめちゃ売ってる。もう多分、いや、すごい、累計だけども、2000本ぐらい出てるんだ。あ、すごい。多分一番売れるんだけど、はい、何が多分受けてるのかなって思って、やっぱりね、これも、今ちょっともう9月でね、まあ、北海道は少し寒くなってきたけども、まだ関東の方が暑いじゃないですか。はい、上と同じで、ほぼ全部垂直冷感の素材なんですね。あ、ちょっとひんやりする、ね、まあもちろん最初ね、はい、相手的にはすぐ感じるんだけども、はい、ただ、プレー中ちょっとさ、まあ汗かいてくると、若干ちょっとこういうのはもうね、薄れてくるんだけども、はい、やっぱりね、ちょっとヒヤッとするっていうのと、うん、まあ、洗ったらすぐにもう乾くっていうことは、汗もかいて、もうすぐドライで、はい、まあ、後ろのメッシュが効いてるから、速乾性があるからね。はい、だから、まあ、多分履いててね、まあ、心地いいんだけども、多分ですけども、本番のゴルフ場のラウンド以外でも、こういう練習場で多分使ってる人いると思う。練習着としてですね。そうそうそう。うん、これはもうかなりおすすめ。実際だって、M サイズないんだよ。そうですよね。完売ですよね。そう、完売できる。これ、ゴルフ屋以外も行けますよね。多分行ける。俺だってこれ履いてるから、普段のこういうので。欲しくないっす。私のハイキングとかしますか。あ、そうだよね。結構ストレッチに効いてて、あ、多分履きやすかった。履きやすかったです。うん、また着替えてきまして、さっきの、パンツの色違いホワイトですね。これはちゃんと僕の身長の M サイズで合ってるんですけども、ウェアとスキルセット全然関係ないところ、他社メーカー、これはこのパンツをね、まあ、購入していただいた方は多分、もし僕がおすすめするなら、まあ、これもちょっとかっこそうなんだけども、ちょっとまあ襟モックになってるタイプで、やっぱりまあネイビーかな、色ちょっと合わせて、できればキャップは、まあ、うちのまたねユナイテッドのキャップをちょっとかぶってもらえると、まあちょっとカジュアルだけども夏には良さそうな感じで、これさ、これも若干ね、こうやっぱりパンツとの切り返し、これ二重になってるからどうしても少し透けた感じになるけども、はい、まあ気になるっていう人はね、やっぱりちょっと中にインナー1枚履いてもらうか、もしくは他の色をちょっと選んでみる僕は全然いいです。そんなに透けてます？わかんないでしょ、わかんないでしょ、よく見たらですよね。できればね、このまま履いてもらった方がこれ気持ちいいから、垂直冷感でね、ちょっとヒヤッとするから、じゃあ最後にちょっとご紹介するのは、こちらのパンツです。ね、さっきの、ね、あのちょっとジョガーっぽくなってるパンツとは、うん、若干ちょっとシルエットが違って、うん、さっきちょっとテープパードってこう膝下からちょっとこう服に抜けて細くなってたんですけど、うん、基本結構ストレートです。あ、今日ストレートなんですか。うん、どっちかって言ったらもうよくあるゴルフのパンツ。あの、ただね、それだけじゃなくて、これね、サイドにちょっとコンシールファスナーで開けるとメッシュ、そう、だこれもやっぱり通気、暑いからゴルフってやっぱりもう日陰あんまりないから結構やっぱり普通にこう当たるんですね。だからこういうとこで少しこうベンチレーションって両足に、そう、これ俺らあのボードのウェア作ってるからさ、こういう機能でね、あんまりゴルフないから。あ、そうなんですね。だから合わせるときはこれ黒なんですけど、ブラックなんだけども、はい、やっぱりちょっとリゾートっぽい感じでちょっとまあ並べました。僕はね、こういう感じでいきます、はい、失礼しましょう。大丈夫これ僕あんまりしないんだけどね、結構もうワントーンでもう全部こういう、あ、ワントーンコーデ、
はい、でまあパンツがさっきの16シリーズのウルティガイ、はい、ウルティガイのホワイトですね。ホワイトさっきが、ブラックでこれがホワイトで、はい、同じくサシーはベンチのサシーはこれは、はい、ダイムイエローみたいな感じでね。そうそう、まあ白は基本何でも合う、パンツ白の人多い、合わせやすいですよね。まあ白白でもいいし、まあ白でもいいし、まあこだわりしましろで、まあちょっと長めでね、はい、まあちょっと頑張って、はいはい、こういう感じ、こういう感じです。じゃあ最後の色です。3色展開のうちの、メイン、メイン、さっきブラック、ホワイト、これ最後のメインですね、はい。でまあ、基本は全部一緒で、ここも、ベンチレーションに差し色が入ってて、これはちょっと濃いブルーネイビー、まあ、この辺がちょっと効いてるかなと。でね、まあ、コーディネートは基本ごめんなさいね、僕ね出す、もうシャツ、あ、出す派ですね。もちろんそういう意味しか言えないんだけども、定期みたいなのやると結構びっくりなんですよ。そう、だから俺はどっちか出したい。あ、でも、まあ、もちろんその皇室だったりとかね、ちょっとコンペとかはこういいんですよね。やってもうできる。まあ、これベルトしてんだけども、はい、ウエストはもうウエストこれゴムなんです。あ、ゴム仕様なんです、ね、そう、結構伸びる。あ、これはありがたいですね。そう、実寸のサイズが多分10センチから15センチぐらい伸びるから。あ、すごい。そう。でも対応できるんですね。そう。でも緩いって言うと、まあ、僕も聞いてんだけども、ベルトでね。あ、ベルトで締めてもらって。こういう感じで。はい。じゃあ、あれじゃん。今日も緊張お疲れ様でした。お疲れ様でした。あっちでね、キッズが練習してるのよ。すごい。めっちゃうめんだけど。いいよ。ちょっと練習して帰ります。はい。ではまた次回お楽しみに。